分かんないというか、よく分からんことを僕は今から言います、はい、ここのショルダーの部分って抜けることがめちゃくちゃ多いらしい、はい、これはめっちゃ効率もええし、見た目もなんか結構スタイリッシュでかっこいいし、これはすごいいいと思う。いらっしゃいませ、川西カバンの川西です。今回はですね、社長にとあるブランドのバッグをレビューしてもらいたいと思います。ありがとうございます。得意のレビュー動画でございます。得意のレビュー動画です。今回、はい、社長にレビューしてもらうブランドはこちらでございます。箱がすごいなユニクロ GU、お正月仕様の多分梱包なんやと思いますよ、ね、で周りにこうウサギちゃんおるんですよ。ウサギちゃん辰年は辰になるんかね、まあ、そんな風に梱包にもやっぱお金かけてるんやなと思いました。今回こちらをですね、レビューしてもらいたいと思います、はい、お願いします。では行くぞ。えいえいおー、どんな商品か皆さんに見てほしいので開封お願いします。はい、じゃあちょっと開けていきます。はい、すごい、はい、結構大きめの商品ですけども、商品がこれです、はい、じゃーん。なんか川西キャバンの背負えるパプリやぞ。中似とるねこれ、うん、商品名ファンクショナルバックパック。ファンクショナルバックパック、いやリュック、リュックやね。お得意分野じゃないですか。得意分野、はい、でお値段ももう社長知ってるので事前に皆さんにお伝えしておきたいんですけど、これが5,990円。おめっちゃ安いと思う。結構長いね。大きめです。長い長い、大きいと思いました。僕も見て社長が背負っても結構大きめですよ。結構大きいよ。背中のなんていうのベルトの部分、はい、ベルトの部分から上まで来とるけん結構な、うん、長いよね。背負えるより大きいと思う。長いよね、めちゃくちゃ長い。これ32リットル、やっぱだいぶ大きいんや。だいぶ大きいと思う。これすごいな、大きい。細かいところ見ていってほしいんですけども、分かんないというかよく分からんことを僕は今から言います、はい、背中のここの部分ね、ここテープ状のものがあるでしょう、肩のショルダーね、はい、これショルダーって言うんですけど、はい、これをこっちの上側に入れてるでしょ、はい、ってことはこいつは上に入ってるわけですよ。それに対してうちの背負えるも背負うも、うん、背中の部分これ下から上にこうなってるんですよ。意味わかります？こうなってんの。これが川西カバンの背負えるとかがそうなったんですね。そう、はいはい、に対して今回ユニクロのがこうなってるやん。そうやな、確かに違うな。ちょうどほんま昨日聞いた情報なんやけど、はい、ここのショルダーの部分って抜けることがめちゃくちゃ多いらしい。すごい多いんやけど、うん、うちの商品でそれ聞いたこと一回もない。安心保証みたいな。今までほんま一回もそこのとこが抜けたっていう話を一回も聞いたことないんやけど、はい、それが発生する理由は何かって言ったら、うん、ショルダーがここのところの中にどれぐらい入っとるか、縫い代どれぐらい取っとるかない、うんうんうん、でも僕も実際背負えるって多分 4,5 年は絶対使ったんですよ。少なくとも、うん、でも抜けるとかっていうのはありえんし、今でもそんなことは感じられん、はい、なんか何言ってんのレベルやと思うんですよ。そうそこが抜けるって、うちのリュック使ってくれてる人は。けどこれはもしかしたら抜けるかもなっていう一瞬思ったんですよ。もう一個あるんが、もう一個あるんがこうなっとった方が、こうなっとるよりも荷物が軽く感じるんじゃないんかなと思ったんですよ。へえ、事実なん？いやもう感覚大丈夫か。でも聞いてほしい。分かった、聞いてほしい。聞く。だってリュックって背負ったら荷物が重いけんこうなるやろ。ってことはこの生地は上の方向に向かって力がかかっていくわけやん。はいはいはい、はい、でもテープ自体は下に向いてるわけやん。生地はどういうふうなことになるかって言ったら、こうなってこうなってこうなるわけよ。はい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 、はい、なんか一回多いやん。でも上から出したらこうなっとるだけやけん、ここからだけしか力かからないやん。はいはいはい、だけん強いんちゃうんかなと思って、うちのバッグは絶対に基本的に下から上に上がっていくショルダーの付け方をした。なるほどな。自分のところの自慢ショルみたいな。もう一個言って、もうすごいこれも微妙なとこなんやけど、はい、うちやっぱねショルダーめっちゃこだわっとるんですよ。これはな、ちょっと違っとってすごいなと思った。この作り方は賢いと思って、うちもフューチャーするかもしれんぐらい、いいと思う。こっち側はテープないでしょ。にもかかわらずこっち側にはテープあるんです。あ、ほんま。ちょっとまたアップレージ見せますね皆さん。こっちテープじゃない。ないですね。ないよね、こっちテープある。あります。これはなんとどうしとるかというとですね、こことここ、
L 型にだけ先に塗って、うん、でそっからひっくり返して、うん、それだったら簡単なんですよ、うん、こっちだってもろ脇やからでもろ脇のところを締めてテープで塗ったんですよ。へえ、これはめっちゃ効率もええし、うん、見た目もなんか結構スタイリッシュでかっこいいし、これはすごいいいと思う。チャックは、はい、これ止水ファスナーですよ。そうですよね、止水ですよね。止水でこっちも止水、はいはいはい、だがしかしここは止水ではない。止水ファスナーと普通のファスナー組み合わせるじゃないですか、うん、意味あるんって僕思うんですけど、意味あるんですか？これはもう見た目のデザインですよね。あ、デザインなんや。多分そうやと思う。これ、銅が、銅っていうかマチがあって、はい、ここにピッと縫い込みあるやろ、はいはい、縫い込みがあってこういう形の、リュックって地味にパターン引くんがめんどくさい。これは間違って下には、ま、上には間違いないから、うん、斜めのラインができる。そうですね、そうそうそう、これ地味に面倒くさい。ポケットに、あ、これ上側だけのポケット、うん、あ、分かれとんや。下側だけのポケット分かれとんね、はいはいはい、表生地が綿70、あ、綿70、30% ナイロン、メッシュ部分はメッシュ、あ、裏地ポリエステルなんや。裏地ポリエステルって、何があったんだ。型紙作るめんどくさい。これどうやって分けたんやろ。これちなみにナイロンの裏地ないけど、ナイロンって裏と表があって、表はツルツルしてるんですけど、裏って実はベタベタしてるんですよ。ってことはこの底の部分あるやんか、はい、中の底の部分は生地が1枚で上と下を仕切ってるんですよ、はいはいはい、だから上は裏地の表部分なんやけど、下側から上を触ったらちょっとベタベタしてるこれってあの方言でしけって言うんやけど、ほこり、あ、ほこり、はいはいはい、ほこりみたいな結構つきやすいんですよ。だけど、まあ、あれ何が言いたいんや。うちではそういう部分がないんだうちはこれもう生地を倍使ってる。あ、単純に。そう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 、この裏と思って引っつけて生地を2回折ってナイロンの裏側を使われる。じゃーん、あ、ノートパソコン入るなっとる。クッションが入っとるんですよね。クッション入っとる入っとる、はいはい、背中側もちゃんとしっかりしたのが入っとる、ね、ちょっとひっくり返してみます。はい、嫌やろな、こういううちの商品こうやってひっくり返されしたりしたとかしたらちょっと嫌がることをするっていう。あ、うわー、これすごいね、めっちゃいいっすね。裏返しても綺麗、パソコンポケットにちゃんとマチがついてる。あ、ちゃんと、そう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 、はいはいはい、はい、で、マチの下側にもちゃんとクッションが入ってるけど、しっかり守ってくれると思う。嬉しい、小さいことやけどね。うん、いや嬉しいっす。あとグログランテープの処理とかね、これはうちできてないな。最後ここ折っとんすよ。折っとる。これは円。うん、これは綺麗にできるけん。あ、綺麗に見えるんや。そう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 。で、裏側で見えにくい部分やけど、うん、それ綺麗に処理しとる。綺麗に処理しとる。へえ。あ、これはすごいな、ユニクロ。これ、ここ、これがすごい。ここバータックって言うんですけど、はい、これでめちゃくちゃ補強したんですよ。これの補強しとるところ、うん、どこですかって言ったら、表でいうところの、うん、ここなんですよ。そのリュック。のそのショルダーのところ、そう、ここなんですよ。これが抜けんように補強しとる。へえ、これはしっかりしとると思う。へえ、ここから抜けることは絶対ないと思う。こっちは分からんけどね、上側ね上のだけここのテープがここの持ち手のところで出とるところも、はいはい、ちゃんとここで補強してある。なるほどな、うん、補強してる。これはやっぱすごいしっかりしとるよね。はあ、これちなみにペットボトルちゃんと入るんかな。あ、なんかここ知らなっとるなんかつけたんじゃ、社長が。どうつけたのかな、なんか白なっとるなと思って、うん、ひっくり返したとこになったのかな、うん、多分社長かなっとった気がするな。うつうつやるぞ今回のこのリュックも、うん、総合的に言うと、うん、やっぱしっかり作り込まれとんや。よう作り込まれとると思いますよ。で、強いて言うなら、うん、一番最初にウリストも喋ってた、まあ、ショルダーの、ショルダーのところ。これはだけどっちが正しいか分からんけんね。あー、そっか。でもその途中途中のショルダーの下側の部分とか、うん、社長はそのしっかり抜けんや処理言ってたじゃないですか、うん、だから上側の部分も、うん、そう、なんかいろいろユニクロさんとしてはこれぐらいの重さでこれぐらいこういう風に使われても、うん、問題ないやろっていうのは多分あると思うんですけどね。うんうんうん、あると思う、あると思う。これユニクロの広告せんでしょ。これペットボトルほんまに入るんかな。それだけちょっと気になる。入るでしょ。取ってきていい。それあなた意地悪げに意地悪げにわざわざ500じゃなくってちょっと大きいペットボトル持ってきとるやん。500なんか余裕やな。500は余裕でしょ。入らんわけがない。ほら。余裕やな。絶対ですよ。自分とこの商品を若干ディスるような感じになるけどあんまり言いたくないんやけど、このリュック。荷物がパンパンに入ったら入らんと思う、うん、うちのも荷物パンパンに入れてもらったらペットボトル入らん、うん、こっちのリュックやったら可愛いやん。
これはパンパンにしても入るよ。これ商品何でしたっけ。これはラビット。横見せて横。あ、そうだけど膨らんのんすよね。そう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 、荷物パンパンにしても入るんやけど、こういう風なデザインしきれたら可愛いんやけど、こういうリュックやったら合わんかったんですね。そう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 、皆さん今回の動画参考にユニクロさんの商品もいいですけど、川西カバンのサイトにも遊びに行ってもらえたらなと。ほんまやね。思ってます。ほんまや。ユニクロさんのファンクショナルバックパックっていうのをやらせてもらったんですけど、いやー、これを5900円で作るってやっぱすごいですね。コスパもいいし、いいカバンやと思います、うん、いやでもショルダーのこの作り方勉強なんだね。なるほど、これはすごい。今後の川西カバンに生かしていきましょう。すごい勉強できることもあって、こうカバンを見るっていうのは改めていいなと思って時間になりました。というわけで川西カバン、今回はユニクロのリュックをですね、はい、レビューさせていただきました。皆さんの参考になったら大変嬉しいなと思っております。おります。最近、はい、川西カバンの休日では、はい、チャンネル登録を大募集しております。大募集しております。高評価低評価等も大募集しております。募集しております。ちょっとでもコメントあったらちょっと上がるかもしれない。そうですね。あ、もうお願いします。それでは本日もご来店ありがとうございました。またのお越しをお待ちしております。バイバイ。